はいどうもこんにちは、たつみんです。今日はですね、パクレっていうお話を、しようと思います。もう結論からお話しすると、目的とね、参考にする人っていうのを、間違えると、まあビジネスっていうのは成功しないよっていう話をしていくんですけども、まずパクレっていう話なんですけど、成功したかったらパクってください。もうとりあえずパクるっていうことが、大事でして、例えばなんですけど、数学を勉強するときって、数学の教科書を開いて、これまでねいろんな偉人とかが作ってきたその方程式とかそういうのを使って問題を解いていくと思うんですけど、それと一緒でビジネスもその道でね成功した人っていうのを参考にしてやらないといけないんですけど、でもビジネスの世界になると、なぜかその数学を勉強するときに国語のね教科書を開いて勉強してしまう人っていうのが結構いて、これはどういうことかって言ったら、例えばインフルエンサーを目指してるわけではなくて、コンテンツビジネスっていう分野で、売り上げを立てようとしてるのに、インフルエンサーを目指すとか、Twitter のフォロワーをなんか1000人増やすとか、ブログをやってる人とかを参考にしてしまうとか、まあ、本当に、なんでしょうね、こうもうさっき言った通りに、その数学の勉強をしたいのに、国語の教科書を開いて勉強してるみたいな人は多かったりするんですよ。でも本当にね、その正しいパクリ方っていうのをすれば、あのビジネスだろうが、うまくいくことはできるんですよ。例えば数学の教科書をね開いて公式とか覚えるじゃないですか。その公式っていうのをもう何度も何度も勉強して頭に叩き込んで、それをね実践することで、ビジネスっていうのは成果が出てくるわけじゃないですか。で、まあ、それと一緒で、そのビジネスに関しても、例えばコンテンツビジネスで、成果を上げられてる人を、そのまま参考にしてですね、例えばブログとかからどうやって集客してるのかとか、集客した先で、どういう風にね教育をしてるのか、どういう風に販売してるのかみたいなのを、まあ、その人の活動をね全部教科書として参考にして、自分もねその通りに一回やってみるっていうのが、一番結果を出すのに、近道なんですよね。でもそれができない人っていうのが意外と多くて、まあ、本当に、この人ってどうやって活動してるんだろうっていうところで、こう自分の中で考えて、ああでもなんか難しそうだなーで自己完結してしまう人が多いんですけど、まあ、そうなってしまってはやっぱり結果が出ないし、例えばねその教材とかを買って勉強するにしても、やっぱその通りにやらない人っていうのが結構多くて、やっぱその通りにやらないと結果が出ないっていうのがやっぱりこの世界での常識というか、そういうことだったりしますので、やっぱりね目的は間違えてはいけないし、しっかりとゴールをですね決めて、コンテンツビジネスで売り上げを上げるならコンテンツビジネスを成功してる人からまあ学んだりとかパクったりすればいいし、インフルエンサーになりたかったら、インフルエンサーはどういう動きをしてフォローが増えてて、どういう発信をしてるから、人に必要とされてるのかっていうところを研究してやると、いいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりですね、とにかく成果を出したかったら、徹底的にパクることですね。 TTP ってよく言うんですけど、徹底的にパクるっていうね、これを、やっぱりしっかりと意識してやることで結果は近づいていくんじゃないかなというふうに思います。あとはね、そのパクったりするのって良くないんじゃないかなって思ってる人いると思うんですけど、その辺のプライドっていうのは全部捨てていいと思います。デモとかだってとかどうせとかそういう人いるんですけど、そういうねプライドとかっていうのを全部捨てて、やらないとやっぱりこう最初にね結果を出すっていうのは難しいんじゃないかなっていうふうに思いますので、まずはプライドを捨てて、環境を変えて、考え方変えてね、あとはひたすらに行動していくっていうことが結果への近道なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますし、実際に僕はプライドを捨ててからすごい成長が加速したので、それをね実践されてみるといいんじゃないかなというふうに思います。ではね、今日はこの辺で失礼します。ありがとうございます。